スノーマン向井康二、打倒、菊池風磨、も衝撃の事実判明、ドッキリ GP、4時間 SP でリベンジ誓う、いずれ勝ちたいですよ。スノーマンの向井康二が、8月26日放送のフジテレビ系、芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP ドッキリも地球を救う4時間テレビ、夜7時に出演。衝撃の事実が判明する。芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP は、東野幸治と小池栄子が MC を務め、ドッキリクリエイターのめぐみとしあき、菊池風磨、セクシーゾーン、向井をはじめとする芸能人が考案したドッキリを、数々の芸能人や市井の人々に次々と仕掛けていく爆笑バラエティ番組。今回の4時間 SP では、向井が、負けたら即逆バンジーのドッキリゲーム、記憶忍者対マッサマンで小学生、スペシャルゲストとの三つどもえ戦を繰り広げるほか、芸人が考えたスピーチで全校生徒を笑顔にするため奮闘する、全校集会スピーチサプライズ、など、好評企画の新作ドッキリが続々とお目見え。最初から最後まで報復の4時間をお届けする。